ケプコの看板ですね、こちらの方を新しくするという仕事を担当しました。全部でですね3箇所設置しております。ではまずは今ご覧になっている看板です。こちらの看板ですが、クマの出没情報等ですね、クマの注意喚起の看板になります。クマ注意看板の中にヒグマップにつながります QR コードですね、こちらの方が取り付いております。道内のヒグマの出没情報、目撃情報が確認できるサイトになっております。では次になりますが、こちらですね、こちらの看板は旬の既存の看板を残しつつ、新たにですね、看板の内容、キャンプ場の注意事項、あとはチミケプコ周辺のエリアマップですね、こちらの看板になります。3つ目ですけども、チミケプコキャンプ場のですね、ネーム看板という3つの看板設置いたしました。ネーム看板の方には、津別町デジタル観光マップの QR コードも設置されておりますので、こちらの方でもサイトですね、確認していただきたいと思います。まずは新たに設置したものとして、こちらのクマ注意の看板の方ですね、看板と、あとはその、当然クマ出るところですので、こちらのクマ鈴ですね、こちらの方を設置しまして、クマに合わないようにということでですね、新たに設置いたしました。あとはネーム看板の方ですね、なりますけども、津別町の子どもたちの方にですね、看板の文字の色塗りをしていただいた看板になっております。実際に設置してみるとですね、思った以上に綺麗な看板に仕上がっていて、もうこれはずっと残していきたいなと思いました。看板新しくなってから利用されている皆さんの声も少し耳には入ってきております。皆さん、綺麗になったね、良かったねという声が多いですので、とてもいい場所ですので、このチミケプコに来ていただければなと思います。次のオープンは来春ですね、天候次第ですけども、ゴールデンウィーク前後になるかと思います。看板も新しくなりましたので、来年からぜひですね、たくさんの方に来ていただきたいと思います。輝く街テレビ、ロートテレビ。